東日本3人動きを見せまして、4番佐伯翔太じわりと上昇し、初日同様に針のコースに並びかけていきますが抑えそうです。ここまでは初日と同じ流れ、佐伯が抑えて針のが下げてというところで、ただ針のは4番手の位置になっていまして、スローペース巻き返しが速そう。2番針の先頭に立ち、4番佐伯翔太を叩きました。4写真5写真差ができた佐伯翔太、3番手となっていますが、先頭とは8写真ほど距離が開きました。針野のかまし、後ろ5番金子隆、まくりに構える格好、4番佐伯翔太、3番手の1番藤原紀之は離れてしまいました。かなりの縦長、先頭から最高峰まで10写真の圏内ですが、針野が飛ばす。3番手から徐々にその距離を詰めてきた4番佐伯翔太、金子隆は追走がいっぱいの様子で、さあ一気に佐伯と岡田誠也、東の2人ができて、3番手は2番の針の構成粘る。先頭3番岡田誠也に代わって降臨、3番岡田誠也の地元勝利。